クロシードマービーは、マツダが1990年代に製造、販売していた SUV である。マービーの生きた1990年代は2代目パジェロが巻き起こした RV ブームの真っただ中、自社のラインナップに SUV がないことが痛手となった時代。事実、今まで SUV を作ってこなかったホンダやスバルが、イスズ自動車から SUV の供給を受けたほど、も 例外ではなく、国内向けの SUV を必要としていた。そこで、主に海外で販売され B シリーズとして、親しまれていた、プロシードをベースに、プロシードマービーを開発した。販売当初、国産クロカンの3種の人技とされた、5ドアディーゼル AT のうち2つを書いていたことに加え、そもそもの知名度の低さ、また、当時のマツダの販売力の無差も重なり販売は、 かんばしくなかった。さらに、1995年までの販売体制は、プロシードの一部門でしかなく、つまり、2ドアピックアップの、プロシードキャブプラスと5ドア SUV の、プロシードマービーが、同じカタログに書かれるという現象が起きていた。なおこの現象は、1996年のマイナーチェンジ1個解消している。英語の、プロシード造語のマルビーから、 楽しいアウトドア生活をイメージさせる、開国日本にふさわしい名前として命名された。マールとは、スペイン語で海、湖を、美とは、フランス語で生活、人生を意味する。ありがとうございます。